あなたが先手です。はい、パンツを脱ぐ縛りのお時間です。対局開始。初段の方よろしくお願いします。さあ中飛車ですね。中飛車には飛車先を、いや、あれはタップミスだと、タップミスだと思っている。違うのか、なんだあれは、わからない。タップミスですよね。うん、知ってた知ってた。居飛車穴熊。あぶね、なんかわからない戦法が一番怖いんですよね。さあさあ、これはどうするかな。こうしようか。それでパンツ入れましょう。パンツば脱ぐで、角が間接的に、まああんまり面白くないか感じですよね。こんな感じでちょっと中央を厚くしていきましょうか。中央を厚くして勝っていくパターンでいきましょう。うん、2分30秒一回受けとくか。それで飛車をどこに行くかですよね。まあここか。うん、これは中央から行って割と戦いやすそうではあるんですが、どうでしょうかね。桂馬ピョンでもいい気もするな。桂馬ピョン。よし、角成り。これは金で取ろうかな。手筆で追い返しましょう。2分。うん。おお。わからん。ちょっと塞いでみる。あ、もう角、あ、飛車が取られるからもう好きにしてよっていう感じの手だったんですね。まあ、と金作っていいと思ってるんですが、これはあげるわけにはいかない。なんかいろんなところから、いろんな方向から攻撃が飛んできますね。角切りかな、角切りかな。1分30秒角切りかな。どうかな。桂馬打てたらお相手良かったんでしょうけど、飛車がいるので桂馬打ちもなさそうだし、香車走るぐらいですか。香車走って香車の裏に歩を打とうみたいな感じですかね。まあまあまあ、それはどうにか対処ができそうな気もする。まあ、馬引きますか。で、お相手から銀を取ってもらいましょう。もしくは香車を取るはず。で、香車打ち、これ別になんですよね。別に馬も効いてますしね。なんでどうぞ。で、銀で補強しましょう。銀なんかちょっと詰みそうだぞ。ちょっと危ないぞこれ、この形。銀引くか。ちょっと怖いな。おお、切ってきた。これは馬で取れる。そんなに怖い状況ではなくなりましたが、と金取られちゃうなこれ。
と金取らないでほしい。と金、と金取られちゃう。ちょっとミスったな。あらら、まあ飛車打ちますか。それでこれは切りたい。1分。これはもう切るべきか。切ろう。寄せまーす。寄せまーす。詰みですね。うん、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。うん、なんとかしのぎ切ることができました。あなたが先手です。はい、2段の方よろしくお願いします。対局開始。さあやっていきましょう。飯島流引き角流向かい飛車。飯島流引き角戦法なんで、おそらく角を引いてこようってやつですね。まあそれはいいでしょう。振り飛車穴熊。まあそれが来ると思ったので向かい飛車に組みました。でこちらとしてはいつものようにパンツを脱いでいきたいと思っている。ほい、パンツば脱ぐ。さあここからですね。金出たいですね。これは放置かな。金出たので飛車がすごいいいところに来れるようになりましたと。2分30秒。うん、まあこれは取っていいでしょう。で4五歩を突く。開封を打つ手があるか。これはおー、歩打ってもいいですけどね。歩打ったらどうなるんだ。同角同銀同飛みたいな感じか。歩打ちありな気がしますね。角銀交換は OK よ。金出ましょう。まあ飛車角交換できればそれはそれで2分いいので、うん、これは飛車に当ててどうかな。ああそんな感じか。なるほど、振り支えよう。うん、ただでは倒産。そんな思いのある手です。さあこう行こうかな。飛車の横利きちょっと気持ち悪いですね。あ、切ってくれました。あー、と金作りですね。これは取りましょう。桂馬で取ってきたら歩を打って、金を取ってきたら桂馬で取りましょう。これが割と厳しいと思っています、私。1分30秒。飛車いじめてきたら横にスライドします。さあここですね。何かあるぞ。歩成りもあるが角打ちからかな。角打ちからどうかな。香車があればいいんですけどないので、角が効いているのに気をつけないといけないですね。1分。詰みがないな。飛車打って角成りがいいのかな。
いや難しいですね。これ取れますね。よく見たら。あ、ちょっと待って、いろんな手があってちょっと30秒。難しいぞ。罪はない、罪はない、罪はないから飛車を打つ手というのがありそうか。20秒。取りますか。ちょっとわからんかった。あ、これは詰む気がします。うん、今のは受けられてどうだったのかなと思うんですけども。お見それしました。うん、まああの金をタダで取ったらこちらの勝ちかな、さすがに。はい、ありがとうございました。